フランキー・デラクルーズ、1984年3月12日から2021年3月14日は、ドミニカ共和国、サント・ドミンゴ出身のプロ野球選手。登録名の、フランキーは愛称である。NPB での登録名は、エウロ・デラクルス。CPBL での登録名、バテーニココ。2001年にデトロイト・タイガースと契約。2007年6月18日の、 タイワシントンナショナルズ戦の8回をもってから登板して MLB デビューを果たす。結果は1イニングを投げて無失点だった。同年12月、ミゲル・カブリラ、ドントレル・ウィリスとのトレードでフロリダ・マーリンズに移籍。2008年はマイナーリーグで先発として13勝を挙げる。後にサンディエゴ・パドレスに移籍した。2009年はトリプル A 級ポートランドで主に リリーフとして48試合に登板したが、共に MLB では結果を残せなかった。2009年12月14日に NPB の東京をヤクルトスワローズに入団することが発表された。推定年俸は1500万円。なお、この時、ハイチ自身の影響でアメリカ合衆国でのビザの発給が遅れ、ヤクルトの春季キャンプに6日ほど遅れてしまうという出来事があった。 同年は9試合に登板指令賞0敗、防御率7.84という成績だったが、年齢が若く伸びしろが期待できることから残留の可能性もあった。しかし、ヤクルトが抑えの臨床優の引き止めに、高額の費用を投じたこともあり、割を食う形で11月30日に、トニー・バーネット、ジェイミー・デントナ、リ・メグミ・センラーと共に自由契約となり、対談した。 2011年1月12日にミルウォーキーブルワーズとマイナー契約を結ぶ。8月11日に MLB に昇格し、11試合に登板した。2012年3月16日にウェーバーでシカゴカブスに移籍する。MLB に昇格することなく退団した。8月18日からシーズン終了まで CPBL の統一セブンイレブンライオンズでプレー。 11月16日にキャンプ招待選手としてサイドブルワーズとマイナー契約を結んだ。2014年4月1日にメキシカンリーグのモンテレー、サルタンズと契約。7月1日に FA となる。オフはドミニカ共和国のウィンターリーグでプレー2015年は所属球団なくオフにベネズエラのウィンターリーグに参加。2016年は イタリアンベースボールリーグのネットゥーノベースボールクラブと契約。2017年3月30日にメキシカンリーグのサルティオ・サラペメーカーズと契約。2018年もサルティオ・サラペメーカーズでプレーした。7月17日に FA となった。7月31日にメキシコシティレッドデビルズと契約。同年限りでレッドデビルズを退団。2019年4月3日に ラグナユニオンコットンファーマーズと契約。2020年も引き続き、コットンファーマーズに所属したが、COVID-19 の影響で、シーズン中止となったため、公式戦での出場はなかった。2021年のシーズン開幕前の3月14日に、心臓発作のため37歳の若さで死去。エウロデラクルスに関するカテゴリー。ありがとうございます。